カスタムハウスはアイルランドのダブリンにある庁舎。現在、住宅、計画、地方政府省が入居している。カスタムハウスは、18世紀の新古典主義建築の建物であり、リフィ側の北岸、バッド橋とタルボット記念橋の間のカスタムハウス岸壁に位置している。カスタムハウスはかつて名称の通り税関だったため、税関とも訳されるが、現在は、住宅、 計画、地方政府省が入居している。夜のカスタムハウス以前のカスタムハウスは、技術者のトーマスバーグによって1707年に建設された。しかし、18世紀後半には目的に適さないと判断された。ダブリンの新たなカスタムハウスの建設は、1780年にアイルランドの初代採入総監に就任したジョンベレスフォードの発案だった。 1781年には当初の建築家であったトーマス・クーリーが死亡したためジェームズ・ギャンドンを建築家に任命した。これがギャンドンにとって最初の大規模な依頼だった。新しいカスタムハウスはダブリンコーポレーションや一部の商人からは不評で町の軸を移動させてしまう船を運ぶスペースが少なくなる当時は沼地だった場所に建設されている。 などと不満の声が上がっていた。土地の購入は遅れ、法外な金額であることが証明され、基礎の不設は、数千人の暴徒を従えた、大保安官とダブリンコーポレーションの一員によって、中断された。しかし、ベレスフォードは、春行を決意し、抗議の声を無視していた。1837年のカスタムハウス1781年に、建設が開始され、助手には、 ミーズの石切子ヘンリー・ダーリー、石区、ジョン・センプル、ダイク・ヒュー・ヘンリーなどのアイルランドのアーティストが選ばれた。ダブリンの空いている石膏は皆、建設に従事していた。1791年11月7日に完成し、開館した時には、当時としては巨額の20万ポンドをかけて建設された。4つのファサードは、アイルランドの川を表す紋章と装飾彫刻で飾られている。 ドームの上の像などは、もう一人の芸術家ヘンリー・バンクスが担当した。カスタムハウスの火災ダブリンの港がさらに下流に移るにつれ、関税を徴収するための本来の用途は廃止され、アイルランド地方政府委員会の本部として使用されるようになった。1921年のアイルランド独立戦争の際には、アイルランド共和国軍がイギリスのアイルランド支配を妨害するために、 カスタムハウスを全焼させた。ガンドンの元々の内部は火災で破壊され、中央のドームは崩壊した。また、歴史的記録も大量に消失した。目的を達成したにもかかわらず、カスタムハウスへの攻撃は、攻撃中、または交代中に、多数の志願兵が捕らえられたため、IRA にとっては交代となった。AI 条約の後、 アイルランド自由国政府によって修復された。その結果、今日でも建物の外観で見ることができる。アイルランドの資源を促進するための試みとして、ドームはアイルランド産のアードブラカン石灰岩を使用して復元された。元の建築に使用されたポートランド石よりも色が濃くなっている。1980年代には公共事業局が石造物のさらなる修復と、 清掃を行った。ありがとうございます。